こんにちは、ゆめいです。今年に入ってから私の仕事がフルタイムになって、なかなか YouTube の撮影ができなかったりしていて、前まで週2回頑張って更新してたんですけど、これからちょっと週1回ぐらいを目指して頑張ろうと思います。で、土日休みになったので今日は週末 Vlog 風に撮っていきたいと思います。今日は土曜日なんで、ラックンが仕事お昼までなんですけど、もう1時半過ぎててまだ連絡が来ないので、今家で待ってるんですけど、お腹が空いたので何か食べに行きたいと思っています。最後までよかったら見てください。Man, I was thinking about having something light today. God damn. We definitely need a vinegar. It's upset. Ah, もうお茶に、これ前買ったじゃん。買ったっけ？あの抹茶のやつ。あ、チーパーバーマイルス。そうそうそう。あ、かわいいこれ。クリスマス。どう似合う？微妙反応だな。Oh, it's not bad. Is that a mochi? Mochi って書いてあって。Is this bubble? This is bubble. Yeah, boba. This is mochi maybe. Ah, cheesecake. Cheesecake. Yeah, that's cheesecake. They gave us 3 spoons. This banana is interesting. Yeah, maybe this is big. This one is not big, but yeah, this one is pretty big. Yeah. こんにちは、ゆめいです。こんにちは、らくです。お、早いね、今日は。今日も友達と会うことになったので、とりあえず今からシティに向かいます。私が行きたいカフェがあるからね。まずはそこに行こうと思います。こちらが私が来たかった化け物カフェです。並んでるね。日本人の人なのかな、韓国の。でもあっち韓国の人だよね。 ここ同じだと思うんだけど、もう日本っぽいな、すごい。こっちの向かい側に同じ系列のね、ここにカフェがあります。いつも混んでるんだよ。人気なんだよ。店内狭いし、ね。Okay. As well, please. Yeah. It's big.
So we've got two lattes, a matcha truffle, and a mixed berry. Just letting you guys know that with the truffle, it's going to take... And before you guys sit down, if I can... ラテ飲むの久々かも。うん、毎日あのディカップのディカフェのコーヒーはどうですか。美味しいよ。美味しい。私がアンコと抹茶のラッテで、ザックがミックスベリー、ミックスベリーのデニッシュ、うん、美味しそう。いただきます。食べづらい。ピスタチオか。ピスタチオついてんのか。落ちる。あー、このワッフルはね、あったかくてめっちゃ美味しい。抹茶も結構濃い。 Hey, チョコっぽいやつとジャムが中に。うん、てか中にもイチゴ入ってる。ジャム、ジャム。あ、ジャムが入ってんだ。本当だ、ジャム入ってるな。めちゃくちゃでかいじゃん。濃いの、濃いめの色。結構濃いね、色ね。これが10ドル30の食パンです。10ドル30セントの食パンです。いや、食べるの楽しみ。オーストラリアさ、試供品すげえ俺、あの、贅沢な気がするんだけど、いつも。一回フリンダースで俺こんなオレンジジュースもらった。これぐらいのでかいやつ、500ぐらいあるやつ。So many of them, they just go there, like gazillion of them, because yeah, they are. Hello. Just great. このサイズ飲んでる人いるじゃん。いやだからちょっとあの古めのパブというか昔ながらのパブでポット頼むとこれが出てくるという。オーストラリアですね、これ。チェーズ。え、ニョッキとかニョッキ。あ、これもチーズ？ Yeah, ペロンチーノ。 Cause like, I think this goes with this. Oh yeah, 100%. It's a little bit chilly already. じゃあ、どう見ていく？ 8 days.ウォーターメロンとピーナッツパラ、どう？めっちゃウォーターメロン、あーすごい、すごい速さで溶けていく。寒いのに。Cause it's fresh. はい、ということで私たちの週末はこんな感じでした。ずっと食べてばっかだったね、この週末はね。まあ週末出かけたら大体外食になるもんね。食べる以外別に何もやることないじゃん。そうだね。今日も見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。このあそこの化け物カフェで買った食パンを今から食べたいと思います。ラックンどうだった？美味しかったですね、美味しいよね、絶対ね。
ただきます。うん、うまい。バターで十分。贅沢。うん。10ドル分を噛み締めないと。